暑すぎました。ちょっと上着を脱ぎました。さあ行きましょう。ほら、これかな、ワイの道。慣れたかな。下ったり登ったり。まだまだ続きます。もう休み休みじゃないと難しい。普段階段は使ってるんですけど、ちょっと違う。やっぱりオラ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 このチャンネルは私が旅を楽しんでいる様子をブログ形式で紹介をしています。宿泊したホテルや観光地、おいしいグルメなどを紹介していきますので、ぜひ最後まで楽しんでいただき、皆さんの旅の参考にしてください。そして動画作りの励みになりますので、チャンネル登録やコメントをよろしくお願いします。
着いた。ゴー、着きました。ゴールです。ワイナピチの山頂です。1時間半かかりました。 2667.58m。 疲れた。途中雨も降り出して大変でしたけど、なんとか着きました。ただ今下がガスってて、下何も見えません。すぐやむんじゃないかと思うので、ちょっとせっかく上がってきたんで少しだけ待ってみたいと思います。本当はこの下にマチュピチュが見えるはずなんですけど、今ちょっと雲がかかって見えません。スーッと切れるのでね、ちょっと待ったら見えるんじゃないかなと思います。雨がそこそこ降ってます。きつかった。その下だったら往復で2時間って書いてあったんですけど、登るので1時間半かかってしまいました。酸素が薄いのと、普段運動してないから体力が追いついていかないというのがあるんですね。しかしこんな山のこんな厳しいところにこんな遺跡があるって、どうやって作ったんでしょうね。これもマヤ時代の遺跡なんですよね。少し切れてきたかな。下からどん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 雲が湧き上がってきて、なかなか雲が切れません。2時にはあの戻りたいなと思ってるので、まあ、あと2時間あるんで、ね、多分大丈夫だと思うんですけど、もうちょっと待ってみます。せっかくきつい思いして登ってきたんで、もうちょっと待ってみます。はい、雨はまだ引き続き降ってますけど、雲が少し切れてきました。見えますかね、マチュピチュ。こんな感じです。あの辺の雲が切れるとすごくよく見えるんですけど、見えてきました。見えますか、マチュピチュ。ワイナピチュから見るマチュピチュです。この景色はこの黒をしたものしかわからない、見られない景色です。ぜひ皆さんもワイナピチュを見てください。はい、なかなかね、雲も切れないんで、諦めて降りることにします。¿Qué pasó? ¿Por qué no lloras?
戻ってきました。上で30分ほど待機はしてたものの3時間20分かかりました。途中滑って 2,3 メーターぐらいですかね、転げ落ちちゃいました。幸いなかったんですけどね。ファイナティック登山も終わったので後半見てまいりたいと思います。疲れた。今頃になってワイナピッチ見えるようになりました。多分上からも見えてるでしょうね。しょうがないです。上がってる時だけコンを使ってました。わかりますかね、水道の設備みたいです。インカの時代からこんな感じに水道が流れてたんですね。もう雨も止んで、ワイナピッチも綺麗に見えてます。旅好きチャンネル。はい、入り口まで戻ってきました。もうヨレヨレです。はい、今回はワイナピッチ登山行ってきたんですけど、めちゃくちゃきつかった。で、しかも雨季なので、上に着いたら雨が降り出して、下何も見えず、ちょっとだけね見えたんですけど、でなおかつねめっちゃ下滑るんですよ。で一箇所ね滑って 2,3 メーター転げ落ちちゃいました。幸いにしてかすり傷程度で済んだんですけど、まあ雨季の時期はですね、ワインのピッチはあんまりおすすめしないかな。なんでかっていうとですね、よく皆さんが知っているあの写真がありますよね、ちょっと写真いただいて出しておきますね。はい、なぜかというとですね、私が参加したのがこのサーキット4っていうやつなんです。これです。で、あとでちょっとホームページからもらったやつをね、紹介しますけど、よく出てくるやつが見れるのはこのサーキット2なんですね。こっちのコースは通らないんですよ。だから上からマチュピチュを見るような感じでは見れません、ね、なので雨季だとですね、ワイナピチ
苦労して登っても見れない可能性が高いので、もう雨季はサーキット2がおすすめです。はい、ここはですねマチュピチュの入り口です。サーキット1、2は、確か上の入り口から入って、サーキット4はこのバスの後ろ、から入る形になります。上の方はずらっと並んでますね。通常のねよく見るマチュピチュの写真を見たいならこの上の方から入るサーキット1、2の方を選んだ方がいいと思います。そうしないと見れませんのでね。はい、ということでした。はい、それではですねマチュピチュ村の方に戻りたいと思います。マチュピチュ村はですね日本人がなんか関わったという熱区分に関わったということで日本の温泉街みたいな雰囲気です。どっかね鬼怒川とかどっかありそうな雰囲気ですよね。鍵がいっぱいです。川の両サイド、まあ、左側が多いかな。ホテルがたくさん並んでます。最初はね、この辺のどっかのホテルに泊まろうと思ってたんですけどスケジュールが変わってしまって泊まらなくなりキャンセルしてしまいました。でキャンセル料全額だったのでもったいなかったんですけど本当は昨日まで泊まってたはずなんですよね。はい、列車に乗るまでね30分ほどありますのでちょっとお土産も物色しながら駅に向かいたいと思います。これもあるんですね、この鍵をかけるってやつ。朝着いた時はね全部閉まってたんですけど今お店開いてますね。いろいろお土産があります。なんか見えるみたいで分からん。
es mi hermana. Yo creo que no, es que mi hermano es muy, muy raro. Ah, ay, no, me asusto. Alpaca-chan ga ippai imasu. Eso no le digo. Cartas que me llevo. Buenas. ¿Estas cuántas? ¿40? 40. Hay, alpaca-chan o 1匹連れて帰ります。20足です。およそ800円ぐらいかな。可愛いでしょ。ちはベタではありますが、もう一個、マチュピチュのマグネットです。この景色を見たかったんですけどね。この景色は、サーキット2でしか見られません。サーキット1でも見れるかな。旅好きチャンネル、駅はここですね。はい、ちょっと早いですけど、もう中に入りたいと思います。行きはね、インカレールで来たんですが、帰りはペルーレールに乗って帰りたいと思います。もう間もなく、乗れると思うんですが、15時52分にっていうことだったので、あと7分ぐらいで乗れるんじゃないかなと思います。ちょっとね、乗り比べをしてみたいと思います。はい、私が乗るのはこちらの方です。ペルーレールのビスタドームです。ありがとうございます。
bien. No, no, okay. No, that's okay. ¿Tenemos jugos? Thank you.
これで、動画を終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。さよなら。旅好きチャンネル。この辺も遺跡のようですね。Attention please. In a few minutes, we will be arriving at Ollantaytambo train station. もうまもなく、Ollantaytambo に到着します。ここでね、またバスに乗り換えて、クスコの方まで移動します。エンターテイメント、全然、楽しいっていうか、激しいっていうか、そういうのが多かったよね。ペルンレールの駅に着きました。ここから歩いて5分ぐらいのところがホテルみたいです。